WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ミミです。最高の盛り上がりでした。いや、このコロナ禍でね、感染対策で、歌声が普段と違って、皆さんに控えていただいているんですけど、なんかライブの中でも言ったんだけど、みんなのこの心の中で歌ってって言って、その心の盛り上がりをこう、まあ、手でこう表現してくれたり、こう体乗ってたり、すごい私は伝わって、もうめちゃくちゃ盛り上がったなと、はい、感じてます。あ、心に届いたんだなって今思ってて、まあ本当に、曲を作る時もすごく自分たちの葛藤とか迷いとか、それをやっぱり経験して、その音楽の力でそれを乗り越えるパワーとして届けたいっていう、まあ、その作ってる時点ですごいそういう魂を込めて作っていて、でそれをやっぱりライブでお届けするときに、そのまあ初心というか、その作った時の思いを生でみんなに、目の前にいる皆さんにお届けしたい。なんか希望が見えない中で希望を映し出す音楽を届けたいなって、そういう気持ちで歌っています。いやー、この曲は本当にすごい、今回に限らずものすごくステージでパワーのある曲で、自分で歌ってても自分もまたこの曲で盛り上がってしまうぐらい、ものすごい大曲だと思ってるんですが、今日はその特別に三木道山さんが MC でおっしゃってた、二人の共通の友人が数年前に他界して、もう本当に彼にこの二人の共演を見てほしいっていう思いがこもっていたので、ちょっと私も特別それを聞いてからの歌い出しがちょっとあま声に詰まってしまう感じで、まあ、いつもよりもなんかこう、なんかまあエモいというか感動的というか、はい、いろんな意味で思いのこもった花火でした。はい。アーティストとして、まあ今日の本当のライブの中で伝えたことが、今、私が伝えたい、アーティストとして伝えたいことと思います。で、それは、この時代にもう今、もう本当にみそ湯というか、予期せぬことで、来年、再来年、いつ何がどうなるかわからないっていう状況だけど、何度もこういう苦境というのを乗り越えてきたし、本当に振り返るとすごいあの時大変だったなって思うことって、すごいそこがきっかけでやっぱり成長できたり、出会えたり、新しいことを始められたり、まあ、簡単な言葉で言うと、本当にピンチっていうのがチャンスになるっていう時でもあると思ってます。で、この状況っていうのはもう本当に自然災害とか一部の地域の方に起こってることではなくて、全員に起こってる出来事の中で、本当にこの試練みたいなところで新しい挑戦をしたり、新しいやり方を工夫したり、それっていうのはもう何年後に振り返ると、あ、この時があったからっていうことっていうのはきっと生まれるピンチだけどチャンスだと私も捉えて、いろんなことに挑戦してますし、その私のファンの方々には今までの音楽で伝えてきたように希望を届けて、音楽の力で、はい、乗り越えようと、この先に何か待ってるに違いないと伝えたいなと思っています。はい、19周年を迎えましたミミです。
おかげさまで、みんなさんにこう支えていただいて、19年アーティストができていることを本当に感謝しています。そして20周年に向けていろいろフェスを作りたいなだったり、新しい音楽を届けたいとか、今計画中です。ぜひね、これからのミミも応援していただきたいです。そして、コロナ禍でなかなか音楽を生でお届けする機会が減ってたり、皆さん、そういう機会も減ってるかもしれませんが、またみんなとね生で会って、一緒に感動を分かち合える日を楽しみにいろいろ頑張っていきたいと思ってます。